バネッサ・アン・ハ・ジェインズは、アメリカ合衆国の女優、歌手、アイドル。身長155センチメートル、カリフォルニア州サリナスで、父グレッグと母、ジーナの下に長女として生まれる。フィリピン人、中国人、スペイン人、アイルランド人、アメリカインディアンなど、様々な人種の血を引いている。7歳年下の妹ステラも、女優として活動している。 8歳の頃からダンス、ピアノ、ボイストレーニングのレッスンを受けてきた。レッスンについては、英才教育のために習い事をしていたわけではなく、ただやりたいことだったからと語っている。出世作とも言えるディズニーチャンネルオリジナルムービー、ハイスクールミュージカルシリーズは高校舞台に描かれた作品だが、ハジェンズ自身は通信教育を受けており、いわゆる普通科の高校には通っていなかった。 同作のインタビューでは、私はホームスクーリングだったから、劇的事件はたくさん逃したと思うけど別に構わない。ハイスクールミュージカルで高校生活を経験できたし、高校で学ぶ、最も大切なことの一つは、自分自身のことだと思うのよと高校に行かなかったことについて語った。2003年に、サーティーンが残る欲しかった愛のことで、主人公の友人役を演じ映画デビュー。 2006年、ハイスクールミュージカルのヒロインのガブリエラ・モンテス役を演じ、一役有名となった。2006年9月、ファーストソロアルバム、V で歌手デビューした。2007年8月に初放映された、ハイスクールミュージカルには、全米で1、720万人が視聴する記録となった。2008年7月、セカンドソロアルバム、 アイデンティファイドを発売している。同年10月に劇場公開されたハイスクールミュージカルザ・ムービーのプロモーションのために2009年1月25日に初放日、28日にジャパンプレミアが行われ、29日に渋谷でファインイベントが行われた。同作は全世界興行収入約2億5200万ドルを記録した。2009年夏に カナダのモントリオールで撮影が行われたファンタジーロマンスドラマ映画ビーストリーはフランスの古典作品である美女と野獣をもとに現代が舞台となり真の愛を育むラブストーリーでヒロインのリンディ役を演じている共演はコメディドラママ,マと恋に落ちるまでに出演のニール・パトリック・ハリスで本作品は日本で2012年2月4日から劇場公開された 2010年春、ミュージカル、レントデ HIV 陽性のダンサー、ミミ役を演じることが発表された。舞台上演は、カリフォルニア州ロサンゼルスにある、野外劇場のハリウッドボールで2010年8月6日から8日まで、上演された。舞台監督は、映画、ビーストリーで共演したニール・パトリック・ハリスが務めた。 2011年のアクションファンタジー映画、監督、制作、脚本、ゲンアンザック、スナイダー作品である、エンジェルウォーズで、ブロンディ役にキャスティングされた。エンジェルウォーズのアイマックス版は2011年4月15日から、日本で公開。2012年、出演した SF アドベンチャー映画、センターオブジアースに神秘の島は、全世界興行収入約3億3500万ドルを、 記録した2012年の春にフロリダ州などで撮影が行われたハーモニー・コリン監督、脚本の映画スプリング・ブレイカーズで女子大生のキャンディ役を演じセレーナ・ゴメス、アシュレイ・ベンソン、ジェームズ・フランコなどと共演をした。米国で2013年3月15日、日本では2013年6月15日に公開された。 米国で2013年8月23日、日本では同年10月5日に公開された実際に起きた事件を題材としたスリラー映画、フローズングラウンドでは1983年のアラスカ州が舞台の猟奇殺人事件を描いた作品で、少婦シンディ・ポールソンを演じ巡査部長、ジャック・ハルコム役のニコラス・ケイジと共演をした、2010年の映画、街へての続編である、 マチエーテキルズで、主人公マチエーテを、革命家、マルコス・メンデスの元へ案内し導くセレッサ、デスデモナ役を演じた。本作品は米国で2013年10月11日、日本で2014年3月1日で公開された。2013年8月、E、リアリティ番組インナーサークルに、アシュレティスデールと共に出演している。2014年1月24日に、 全米公開された実話に基づく映画気味シェルター出演で役作りのため実際に2週間ほどホームレスの保護施設に滞在8キロ近く体重を増量しかみをショートカットにして臨んだ撮影では交通事故、妊娠出産し母親となる家でした少女アップルを演じた。1950年代に 女優オードリー・ヘプバーン主演で舞台化されたブロードウェイミュージカル劇恋の手ほどきで主演の辞辞役を演じることが2014年秋に発表され同作品は2015年1月16日から2月12日までワシントン DC のジョンカイケネディセンターで上演されその後ブロードウェイシアターで上演されている功績が評価されてインダストリーダンスアワードで ブレイクスルーパフォーマー賞を受賞した。2015年1月に米国フォックステレビの TV ミュージカルグリスライブ、グリースライブに出演することが発表され、ピンクレディースのリッツオーエンジ2016年1月31日に全米で生放送。2014年1月からファッションブランドボンゴの広告等を務めている。ボンダイビーチ動物好きで、 犬や亀をペットに飼っている。芸能ニュースサイト、ジャスト・ジャレットが2010年度の最も人気な女優10人を発表し、第2位にランクインした。その後も2010年度の最も人気なセレブ25人の第2位。2010年度の最も人気な女優10人の第1位。2010年度の最も人気なセレブ25人の第1位。 2012年度の最も人気な女優20人の第6位。2012年度の最も人気なセレブ50人の第16位。2013年、男性誌、マキシムの最もホットな女性100人が発表され、第9位になる。ジャスト・ジャレット2013年度の最も人気な女優25人の3位。2013年度の最も人気な女優25人の第2位。 2013年度の最も人気なセレブ50人の第2位になる2013年11月16日に妹ステラの18歳の誕生日のためにインドのボリーウッドをテーマとした大掛かりな誕生パーティーを開いて祝う2014年2月にマーメイドに奮して海やビーチの保護を訴える活動に参加した2014年10月 ナッツベリーファームのハロウィンのイベントで、モンスターのマスクと衣装を身につけ、スケアリーメアリーに噴失客を驚かせる。ジャスト・ジャレット2014年度の最も人気なセレブ50人の第21位。2014年度の最も人気の女優25人の第5位。2014年度の最も人気な女優25人の第2位。2014年度の最も人気なセレブ50人の第2位,な第2位になる。 2013年、台風30号で被害を受けた、フィリピンの復興支援のために、ユニセフの、ゼアホーザフィリピンというキャンペーンに参加した。ハイスクールミュージカルシリーズで、恋人同士を演じているザック・エフロンとは、私生活でも交際し、クーイポと書かれたお揃いの指輪をつけるなどしていた。ハイスクールミュージカルシリーズで、仇役のシャーペーを演じているアシュレティスデールとは、実生活では、 非常に仲が良く、二人でショッピングをする姿などが目撃されている。雑誌のインタビューでは、アシュレートの中を私たちは週に一度は連絡し合っているの。お互いロサンゼルスにいるときは一緒にネイルサロンに行ったりしているわ。離れていてもお互いが常に何をしているか知っているのよと話している。また、あるインタビューでは、なぜか、 私たちを戦わせたがっている人たちが多いけど、本当に私たちは仲がいいのよ。それから彼女をシャーペイのような人だと思っているジャーナリストが多いみたいね。全然違うのにと語っている。2010年1月3日、ロサンゼルスで SF a がアバターの鑑賞ザック・エフロンと映画デートしているところを撮られた。2010年12月上旬にザック。 エフロンと破局したことが明らかとなり5年間の交際に終止符を打った。同年12月14日に21歳を迎え、アシュレー・ティスデル、セレーナ・ゴメス、コービーン・ブルーなど約100人の招待客が招かれたサプライズパーティーが開催され、祝われた。2011年現在は、年下の俳優オースティン・バトラーと交際している。 2012年7月2日、カリフォルニア州のマリーブビーチで、アシュレイティスレール27歳の誕生日パーティーに参加した。2013年2月には映画、スプリング・ブレイカーズで共演し親しくしている。セレーナ・ゴメスと共に、聖書の読書会に参加している。同月ニューヨークで、オースティン・バトラー、セレーナ・ゴメスの3人で一緒に、ボーリング場に訪れ後から、女の友人たちも加わり、 ボーリングを楽しむ。2014年2月にダンススタジオでアシュレー・ティスデールとダンスを踊っている動画が公開された。セレーナ・ゴメスは、バネッサは、美しい精神の持ち主と語った。2014年5月に、フロリダ州のマイアミで、親友、アシュレー・ティスデールのバチェロレッテパーティーに参加した。 2013年10月14日、ハイスクールミュージカルシリーズに出演していたモニーク・コールマンの呼びかけがきっかけで、キャストたちが同窓会の集まりをすることが発表。2014年8月29日、同作品の監督と共演者らが LA のレストランに集まった。2014年9月、親友バネッサから親身に励ましやアドバイスをしてもらったことを恋人と破局後のサラハイランドが、 明らかにした。9月、親友、アシュレイ・ティスデールの結婚式のブライズメイドの一人を、務め、大泣きしたの、と語った。2014年の大晦日に、スプリング・ブレイカーズで共演したアシュレイ・ベンソンと、一緒に年を越して、新年を祝う。2020年3月16日、ハジェンズは、自身のインスタグラムライブで、 新型コロナウイルス対策として隔離政策が7月まで続くのはバカみたい。ウイルスだって知ってるけど、でも同時にみんなが感染したって人は死ぬわけだし、それってひどいことだけどどうせ避けられないわけじゃん。と発言した。これには批判が集まり、翌日、ハジェンズは再びビデオを投稿し、前日の発言は文脈を無視して広められたと主張。 その後ツイッターに謝罪文を投稿した。詳細は、バネッサ・ハジェンズのディスコグラフィを参照。ありがとうございます。